田上見駅は岐阜県岐阜市入船町一丁目にある名古屋鉄道各務ヶ原線の駅。駅番号は KG16。マナコが利用可能である。かつての田上見駅。低床ホームから各務ヶ原線ホームを望む。4両編成対応の2面二線相対式ホームを持つ地上駅。6両編成の場合は後ろ2両をドアカットする。かつては 高見原専用のホームの踏切を挟んだ東側に、高見専用の停車ホームがあったが、同線の廃止に伴い撤去された。以前はこの高見線の信号切り替えのため、駅員が駐在していた。しかし、2006年12月にトランパスが利用可能となり、無人化された。自動改札機をはじめ、液晶の表示や自動音声案内が設置された。二つのホームともに、 スロープがある。2011年3月26日改正前は、平日朝に存在した名鉄に不発、中部国際空港、雪準急が停車していた。当時のダイヤで、鏡ヶ原線に存在した準急は、この一本のみだが、当駅停車はあくまでも特別停車の扱いであった。かつて新岐阜マイナス三加機往復の準急があった。頃は、 標準停車駅であった。駅の製方では、日本タバコ産業技術工場の専用線と、かかみが原線との平面交差があった。周囲は、住宅街である。令和元年度移動東を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。二千二十年十一月二十八日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年史。名古屋鉄道。九百九十四年。 462ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、258ページ。ISBN 978から47億7701万3364。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会。 鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。 1994年651から653ページありがとうございます。